<Okay. S 2> okay. Okay. じゃあ始めましょうはい,しお願いしますこのテーブルトピックスはですね、私たちはこうしてマイクロソフトチームズでプレゼンやってますというテーマです。こんなマイクロソフトビルドなんていうこの開発者向けカンファレンスにですね、こんなるいテーマを持ってきていいのかと思いつつも、<laughs> えとこの 3,、えー、と3人で,です、ね、お送りしたいなと思います。 このチャットも常に見てますので、ぜひぜひチャットにも投稿していただいて、あとリアクションもです、ね、どんどん送っていただけると助かります。皆さんもぜひぜひ盛り上げてください。お願いしますではですね、今日このです、ね、トーブルトークは、まあ、この Teams でプレゼンするときの機材だとかです、ね、使う機能だとかテクニックだとかをちょっと皆さんと共有したいなというところで、まあ、皆さんからも教えてほしいですけどね、ねそういったところを共有したいなというところと、 あとちょっと今後、マイクロソフトチームズで面白そうな機能で、これでプレゼンももしかしたら変わるかもしれないなっていうみたいなところをですね、ちょっとお話しできればなと思っております。では、改めまして自己紹介いきましょうかね。はい。じゃあ、左側からいきましょうか。はいあ。私ですね、木田正幸と申します。よろしくお願いします。えっと、今日3人の中では、えー、ちょっと 移植で僕は仕事として、ね、オンライン配信、トレーニング、ーー IT のトレーナーとや,やってるので、終、まあ、日しゃべってるんですよね、皆さんの仕事時間中ずっとしゃべってるみたいなことをやってるので、うんうん、そういう視点からのお,お話もしていきたいと思います。 中村太一です。よろしくお願いします。えっと、僕も、えっと、基本的には、えっと、マーケティングの人間で、えっと、ウェビナーとかでしゃべるのが主な業務なんですけど、僕大さんと違って毎日しゃべるわけじゃないというところですね。<laughs> であとは今日に限っては多分機材担当みたいな感じになるのかな<ー>とは思います。はい、よろしくお願いします。<laughs> はい、ありがとうございます。 では最後、私ですけども、一応会社名言っておきましょうね。内田洋子におります、大、えー、田と申します。よろしくお願いします。私もですね、普段こうセミナーだとかでオンラインでね、こういったプレゼンテーションだとか、配信させていただくこと、よくあるんですけれども、おそらく今日ちょっと事前にこう、ほ他のお二人の資料だとか見た感じだと、私が一番あの機材だとか、そのあたりはですね、あの一番こうお金をかけてないかなと思いますので。 まあちょっと、まあ、そんな感じで見ていただ今回はこのテーブルトピックステーブルトークですね私がちょっと進行役になりまして、まあ、主にこうお二人からお話を引き出していくように何か工夫できればなと思っております、はい、まあ私も話しますけど、はい、では早速いきましょう最初はですね、はい、まあ皆さんどんな機材使ってるのというところですねちょっと事前にシェアを用意してもらったんですけど ちょっとこちら、えー、それぞれ何か紹介していただきましょうか。じゃあ、どうしようかな。木材さん、何んか行きますか。おいおいじゃあ、私からですね。私、さっきも言ったように、あの研修やってるんですねで。いわゆるオンライン講師みたいなことやってるんですけど、一、うん、人の時ときと複数のときがば,ばらけてるんですよ。一、うん、人のときは、僕、今もそうですけど、基本的に、ね、マイクを、ね、別なところで持ってきてで、スピーカーで聞いてるんですね。あの 耳に当ててるのちょっとで確かに一日中だと大変ですもんね。なので一、うん、人用の時には割とね安めの、ね、ピンマイク使ってます。で複数人の講師がいらっしゃる時には、まあ、マイクの音が外に出るとさすがにちょっと迷惑なのでブレイクアウトルームブレイクアウトルーム使うじゃないですかジームズでもね。そののの時にには個別の音声になるのでやっぱり マイクロソフトのヘッドホンを、ね、ちゃんと使ってヘッドセットを使ってやっております。<laughs> えー、あ、<laughs> あこのマイクロソフトのこのモダン USB ヘッドセットってやつですかそう,そうそうそう。うんね、Bluetooth だと、ね、音声切れるかもしれないから、やっぱ u s でわかります。ますますはい。っていうのが、ね、私の感じですあ。あ、なるほど。なるほど、なるほど。わかります。僕もあの、 Bluetooth とかだと電池が怖くてだいたいこのオンライン配信の機材失敗できない時って全部有線で揃えちゃうんですよね。うん。そうそう。わかる、すごいわかります。うん。ですよね。うん。じゃあタイツさんもなんか太一さん結構こういうの本格的なものを持ってそうなんでちょっと紹介してもらっていいですか。はい,はい。あのいっぱい持ってるんで全部は紹介しきなくて僕もピンマイクとかも持ってたりするすけどやっぱり同じ理由でワイヤレス。うん だからちょっと不安だからっていうのもあ,うん,、うん、あんまり使わないんですけど僕は基本的にはもともと音楽の仕事をしてたっていうこともあってその時に購入したものを、まあ、流,流用してるって形になるから実は。 このためにお金をかけてるってわけではないんですね。で、えっ、ー、と、実はチャットの中でもね、書いてくれてた方いたと思うんですけど、マイクは基本的にこの手話の SM58 ってやつも定番中の定番の、えー、とマイクを使ってます。で、その前に、えーと、オーディオインターフェースっていうものですね、この上の方にいあので表示されてるやつなんですけど。あ、そうそうです。 をえっとこれがね10年前ぐらいに買ったんですけどその時でも15万円ぐらいする結構お高い高額的で15万で本当に15万だったんだあそうなんですそうですそう結果そですはい、えー、でまあ音質良くなるしあとホワイトノイズとかも少なくなる っていうところもあるんですけどでも言ったってチームズでもほらうまく補正してくれたりうん、うんね、ノイズリダクションとかあったりとかするので、まあ、ぶっちゃけそこまでっていうところはあるとは思うんですけど、まあ、ただねうん、うん、コロナ禍になってオーディオインターフェース自体は結構安く種類も増えてきたんで1万円とかぐらいでもそこそこのものがあったりとかするのでまあ 試してみるのもありかなっていうところとあとマイクはお二方だとコンデンサーマイク使ってると思うんですけど僕はこの、まあ、たまたまあったからっていう理由でダイナミックマイクを使ってですねよくあのなんだっけカラオケであるようなマイクですよねでこっちの方があの感度は低いんですようん、うん、だけど逆に言うと騒音が拾わないので なんか騒音が周りであるとかっていう場合は逆にこっちの方がよかったりするのかなとは思うんですけど基本的にはありものを使ってるという感じです。な、えー、なるほどその違いいすら分かんないやでも今言っていただいたあのチームズの音声のノイズリアクションノイ,ズノイズ削除ってあれ本当にすごい優秀でうん、うん、あれが出てから普通のウェブ会議もすごいなんかみんなマイク良くなったみたいにすごい快適になりましたよね。<laughs> そうですね。買い替えるんならそれでって言ってますよね、みんなね。うんうん、なんかほら逆にその機能補正機能をオフにするっていう設定も出たじゃないですか。だからあれは多分そういうあの専門の業者が、えっと、を雇ってすごい大きな会社の社長さんの演説とかっていうときに機材の方のクオリティを出さなきゃいけないから余計なこの補正の方はオフにするってことなんだなと思います。 だんだんこの話だけども結構もう盛り上がってきてる。るやばい。そうで、最後僕なんですけど、僕はあれですね。この木田屋さんが使ってるやつの買いモデル。ですね。使ってます。<laughs> 一番安いやつ。うん、まあ、僕は正直あんまりこう、こういう機材にお金かけなくても、まあ、十分。まあ、ウェブ会議とかだったら十分かなと思って、これ買ったんですけど、まあ。ある程度は十分なんですけどね。ただ、なんでこういうしっかりしたの買ったかっていうと、こう見た目がなんかプロっぽいんで。 なんかこうセミナーとかオンラインでこうプレゼンテーションするときになんかこうパソコンに向かっているよりもテンション上がるじゃないですかそう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 , <laughs> そういうのもあってなんかこういうなんか機材が欲しいなと思って買ったんですよねすごい単純な理由なんですけどすごい同じ理由で買いました大事ですね大事ですね <laughs> そうそうだからこうなんかプレゼンテーションとかチームズとかオンラインでするときってこう自分のテンションをいかに上げるかみたいななんかそんなところが結構あの機材としてもなんかあるのかなと思ってますね じゃあちょっと時間もなくなってきたんで次行きましょうね。次カメラですね。カメラはまあ、木台さん、一番左木台さんですね。僕が一番右なんですけど、それぞれウェブカメラで。そうですね。普通に売ってるやつですよね。で、中村さん真ん中が一眼レフ使ってると。そうですね。今もそうですね。やっぱり一眼レフ、なんかこうやって見比べてもきれいに。 見見えててる気がしまますすね画面見てもやっぱり違いただそのサムネイルみたいな感じ今画面共有するとちっちゃくなっちゃうんで<ー>そうすると微妙っていうのとうん、うん、あと今背景を指定しちゃってるので、うん、その特有のそのぼかしみたいなやつがこうなかったりとかする確かにた。例えば今ちょっとオフしたんだけどうでこうすると多分あのぼかしがある程度こう効いてて。うんうん 僕のプロポーズされてて、そうそうそう、っていうのがあったりとかするので、うん、っていう感じで一応使ってますね。うーん。なんか木田さん、<で>あ、すみません。木田さんとかはなんかこう、あれ、マスカなんかこう。あ、僕の。なんかちょっとなんか位置がこう高くついてますけど。そうそう。あの、ほら。 女性が自撮撮りすするる斜め上かからじゃないで男性もそうでしょうけどノートパソコンがうちの会社では使われてるんですけどノートパソコンのカメラだとまあまあ見上げられるんですよねそれよろしくないので会社で買ってくれたやつを適当にアームに取り付けて上に置いてます目線ね。わざと高いちょっと高い位置にしてるんだちょっと高い目に見上げる感じで。 なるほどね。まあ、まあ、僕もこのディスプレイ、ちょっとあの、外付けの少し大きめのディスプレイが上の方にあって、まあ今もそれ使ってるんですけど、うん、確かにちょっと上の方が、あ、なんか自然な気がしますね。確かにパソコンだとこう、ね、そうそう、見下ろしちゃう感じになりますもんね。うん。ね、あんまり言わしてないと思いますうん。なんでしたっけ、あの、このほら、Teams の、えっと、人が上にこう、出るようになったじゃないですか。うん、う,んうんうんうん。あれもノートパソコンの、 あのインカメラが、えっと、ノートディスプレイの上にあるんで、うん、そこにこう近づけることによって、目線の位置をこう合わせる意味もあって、上に持ってったとかって、なんか聞いたことありますね。うなるほどね。じゃあ、カメラはこんな感じ。まあ、他にもいろいろ機材使ってるんですね。まあ、僕は実はあの女優ライトぐらいしか使ってないんですけど <laughs> <で>。そうそう そうそう僕はあのこ,のこんなライト別にそんな効果ないだろうと思って今日も実はつ,つ,つけてるんですけどあの実際買ってつけてみたら、うん、おめちゃくちゃすげえ効果あると思って、うん、<laughs> そうそう、うん、こういう明るさやっぱり大事かなと僕は思いましたねなんかお二人はなんかいろいろそうそうすごい機材がもうチャットの方見てもきすげえすげえってあの書いてますけどどうですか <laughs> <え>ちょっと自慢してくださいあ僕はあの、うん、さっきもあの今日のテーマで講師が 配信をすするってやつなんですよねうん、うん、その時に自分のお客様にパワーポイントとかを見せるのが真ん中の一番でかいやつで,うん、うん、で手元のノートパソコンのはあのアンチョコとかね参考資料とかを手元に置いといてで右側のちっちゃいディスプレイに参加者一覧とかを出しておいてでそれぞれ参加者一覧とかリアクションとかチャットとかをここに出すようにしておいてでカメラがその上に置いてあるんですよ。 なので、皆さんのリアクションを見ながら、皆さんのカメラ見てますよって言って、コミュニケーションをどうにか取らないと、やっぱ学習なので、いろいろやり取りがね、必要なんですよね。だ,だから3枚、絶対必要だなと思ってやってます。あと、面白いのが、この機材、えっとね、僕ね、毎回、教室が変わるんです毎日教室が変わるので、これ全部セット持ち歩いてます。あへえー、大変。今ちょっとチャットの方に、一覧の場合うん、うん、 でちょっと一覧の場合っていうのが少しあれなんですけど、縦向きの画面、<あ>な,んかなんかどんなふうに使い勝手いいですかっていうところですね。いいす縦向きの方が参加者が、まあ、10人、20人とかになったら縦向きの方がいいに決まってて、実は。<laughs> うんそういう意味ですね。あと、ワードもやっぱ縦向きの方がいいので、そっちの方にね、置いてたりします。のは,これはうん、うん まあ,まあねそう紹介するだけでも多分30分普通に使いたいするんで太一 <laughs> <ど> <laughs> さんのルームツアーみたいなのがあってもいいす <laughs> そ,うそ,うそうですねあの一応ね <laughs> 僕の YouTube のところにあの去年のデスクツアーみたいな感じのそのやつとかでアップしてるので、えー、もし気になった方はあの後で見ていただければと思いますけどでここでおすすめしたいところが僕はこの中でもそのエルガトっていうあの会社の製品がなんかおすすめでとこの真ん中の写真のうん、うん 中の右の下にあるこの物理ボタンにショートカットキーを割り当てられるっていうのがあるので,でこれで例えばミュートとかそういうのがこうできたりとかするんでここからチームズの操作ができるってことですかそうそうですねで、えっと、さらに、えっと、左の方に僕の女優ライトがあるんですけどこれもエルガトの製品のやつで、えー、Wi-Fi であのいろいろ操作ができるっていう感じなんですがその えっと、ペダルで操作ができるっていうのがあって、これ今ちょっと実演したいと思うんですけど、例えば僕、うんうん、両手こうあい、開けてますと、開けてる状態で、例えばカメラを、えっと、こうやってオフにしたりとか、これ、カメラ全然違いますよね、当たった、あ、ごめんなさい、ライト、そうそうそう、うん、こんな感じができたりとか、あと、Teams のマイクのミュートボタンを割り当ててるので、今、この状態で僕、ミュートにしますね。うんうんはい ってるね、ミュートになってる <laughs> こういう感じですね。えー はい、なので、えっと、ちょっと悪い言い方をすると、えっと、自宅からオンライン会議入っててすげえくつろぎながらこうしゃべってるところであのマイクのミュートを急に外さなきゃっていう時にあの足で操作ができちゃうっていうねあんまり会社の人に言えないんですけどとかっていう<ー>、まあ、そういう使い方もできますよという感じですね。<laughs> えーはい、他にもいっぱいしゃべりたいですけどもうちょっでもそれはそうあれですねあの木材さんが最初にマイクのところで紹介していただいたマイクロソフトのあの、うん ヘッドセット、モダンヘッドセット。はい、あれもなんか、チームズのボタンなんかついてるし、ね。えっと、物理のマイクオフボタンもついてるし、チームズクライアントを呼び出すボタンがついてます。うーんなるほどな。ね、今、便利ですね。すごい便利です。おすすめ。チームズ使ってたおすすめ。うんうん、お皆さん、グリーンバック使ってますかっていうご質問ありましたね。背景なんか、はい、あ、僕も使ってないですね。だって、背景見せたいもん。僕も見せたいから。 いや、は僕は見せたくないですけど。僕は。あ、じゃ<や><や>ちょっとこの、お、本当だ。ういうのこの、えー、と機材のこのちょっと最後に、あの、このオンラインでこう,うまくこう相手とこうコミュニケーションというか、プレゼンテーションするときに、一個だけ機材、どれか、これだけしか選べないよって言われたら、何選びますか <laughs> 僕はマイク選ぶんですけどね。 ままあまあそうですよね。フリアに聞こえるのって結構大事ですからね。ストレスになりますからね。うん、やっぱりカメラとかよりもやっぱりマイクかなって僕は思うんですけどどうでしょう,そうです、ね、ぶっちゃけおっさんの顔なんてどうでもいいっていところあるじゃないですか。<laughs> ぶっちゃけ。今まで散々言っといてなんですけど。けだけどマイクがダメとか声が聞こえないはやっぱりよろしくないんで。僕もその 意見に賛成ですねうーんなるほどまあちょっと、まあ、参考になるところならないところがきっとあったとは思うんですけどちょっと太一さんの紹介されても全部参考になるかって言ったらちょっとあれなんですけど <laughs> まあ機材としてはそんなところでして <laughs> じゃあ次はですねてあのちょっとテーマ書いていきましょうね。う Teams でプレゼンテーションとかする時に何かこう使ってるような機能とかありますかみたいなのをちょっと事前に聞いてたんですけども。 まあ画面共有とかは今日も使ってますし、プレゼンテーション、まあ使いますよね。この背景もよく最近使おうかなと思います。他になんかこの機能は紹介しておきたいなみたいなのあったりしますかいいす特によく、僕はね、ああ、どうぞどうぞあの。挙手の順番は僕の仕事には非常に重要で、あ<ー>あの質問ありますかって挙手してもらったときに、やっぱり順番が前後するとやっぱ失礼になるので、これは非常にいい機能ですね。うんうん、ああの手を挙げて まあ今も皆さん手を挙げていただいていいんですけども、手を挙げていただくと手を挙げた順番で一に三四ってつくやつですね。そう,そうそうそう。うん、あーはーはーはーなるほど。はい。タイツさんどうですか。えっとね、僕はそのいつでもすぐにミュートができるっていうのをカッコ立って書いてあるんだけど、これもさっき言っちゃったんでっていうとこもあるんだけど、うんうん、あの結構ほら登壇しててもどう。 やっぱりこう生理現象としてくしゃみとかやっぱどうしようもないときがあるじゃないですか。うそういうときにやっぱこのままあっと思ったときにくしゃみしちゃってもヘッドホンかけている視聴者の人にしてみればおじさんのくしゃみが耳元で聞こえるっていう,もう相当ひどい状態になっちゃうんで僕はいつもえっとすぐにマイクをミュートにできる状態にしてくしゃみになりそうだったらパッて押してくしゃみしてから戻るみたいな感じにしてますね。ななるほどなるほほどど確かに結局 不快に思わせてうん、うんあ、思わせちゃいけないっていうところを習慣にしてますうん、うん。まあ確かに、さっきみたいなあのフットペダルみたいなのもあれば、まあ、みんながすぐできるところとしては、ショートカットも確実に覚えとくとかだ。あなんかしたい今 <laughs> あ、今。あ今、演技しました。演技しました。<laughs> そ,そんな感じですよね。<laughs> だからやっぱりあの、マイクオンオフのショートカット、なんでしたっけ、コントロール・シフト・ M かな。あなんか、ちゃんと覚えておくと良さそうですね。そうですね。気にしてみたと思います。うんうん その他は、えっ、ー、と、例えば、あ、そっか、みんなあとはズームイットとか、そういうの使ってるんですね。う,すうん,はん,はん,はん、ムイット使ってますね。うん,うん。あと、さっき、木材さんの話でもありましたけど、ディスプレイはやっぱり2枚、3枚、うんあ。数あるだけいいと思います。<laughs> うん、僕も最低1枚追加でも、大体つけますね。びっくりした、最低1枚って本当に1枚かと思っちゃった。あ、僕は、あの、あ、そうです。 えっとまあ普段メインはサーフェ e スプロなんですけどサーフェ e スプロにもう一枚はい、うん、そんな感じですね、うん、じゃあちょっと次のページも行ってみましょうかね、うん、次はあなるほどテクニック入れてくれって言ったらもうなんかすごい大量に <laughs> テクニックが <laughs> 山ほどありますよ <laughs> そう山ほど入ってるんですけどじゃあちょっとここも少しずつまだあとまだ50分で少し時間があるので少しずつ行きましょうかね、うん、じゃあちょっと僕は <laughs> 今回は行きたいなと思うんですけど、うん、あ僕はあれですねあのこのオンラインのセミナーだとかになってあの気軽にキャプチャー撮ったり気軽に録画したりすることができるようになったじゃないですか。なので、うん、結構セミナーだとかで配信する時に画面に何が映るかって昔よりもすごいあのナーバスになっていてなのでうん、うん、必ず特にデモンストレーションとかする時は必ず事前に 自分でレコーディングして何が映ってるかを全部チェックしてたりとかしますね。うん、なので、まあ、そのセミナーのテクニックじゃないんですけど、結構事前のリハーサルとか、そのあたりはなんかオンラインになって、さらによくやるようになった気がしますね。うん。うん,う,んうん。いいですね。あ、そうそう。なので、それに関連してあのタスクバーを隠す設定、絶対するとか、あとはあの、チームズ、マイクロソフトエッチとかでブラウザーでデモするときも、あの、 上のアドレスバーとか消すあの全画面表示にするとかですね。そうそう結構なんかそういう見せ方をちょっと工夫し,しだした気がしますね。た多分木田さんのこのデスクトップアイコン非表示括弧もっていうのも同じような感じなんですよね、うん、きっと。同じです。でえっ、ー、とうん、うん、さっき三枚ディスプレイが欲しいって言ったのもそこで配信をするディスプレイを外部ディスプレイに割り当ててでそこにはデスデスクトップにアイコン何も置かないとかにしとくとまあ同じような形が再現できるかなと思います。 うん木材さんの過去ものところで、このなんとかパートなんとかって何ですか、これ。あ,あ、これ、ホールパートホールっていう、これね、うん、僕が会社に入っ今のね、トレーニング会社に入った時に、一番最初にトレーナーにはね、こういうススあの大事なんだよっていうのは山ほど言われたんですけど、その時にあに、プレゼンテーションの,あの、まあ、こう流れ、プレゼンテーションスキルみたいなところで、 みんななもよくやるじゃないですか最初にこのお話ではこういうことをお話ししますで、最初に目標とか書いてあってでうん、うん、詳細に落とし込んででその詳細の中でもやることがなんか変わってるからもうちょっと落とし込んでって言ってで最後にまとめをしましょうホールパートホールっていう考えがねうん、うん、あるんですよ。あのプレゼンテーションテクニックにあるんで,でこれをねえ例えば技術系のデモンストレーションするのでも最初に完成形を見せるっていう手法ってあると思うんですよね。 パワーアップスのアプリケーションから作ります。出来上がるのはこれです。じゃあ、皆さん一緒に作っていきましょうみたいな話ですね。出来上がりと完成形をちゃんと見せてあげる、最初と最後にまとめることによって、最後にまとめることによって、そういえば、今日この時間はこういうことを学んだんだんだていうのを順番に覚え出せるので、学習効果が高くなるそうですね。 あと、チャットの方でなんか面白いあれとして、そうそうマウスのアイコン巨大にしてますっていうのがありますね。ああ、なるほど、ね。あ僕もしてます。そうそう、僕もふだより大きい。あここに下の方に書いてましたね。大きなマウスカーソルとか、うん、あとはポインターの位置、あの、なんかクリックするとそこにポンポンってこうなんか出るような、なんかフリーソフトとかあったりしたの、ね、りますもんね。ありますあります。確かに確かに。あと、あれですね、お二人が書いてるのが、結構タイムマネジメント 大きな時計面の前に置いてタイムマネジメントしてますよみたいな、うんうん、なんかこんなところはもうお二人とも書いてるので、なんかこの辺、タイトさんとか、どんな感じにしそ,うそうですね、あうん、多分ほら、木大さんもトレーナーやってる時って、ほらね、1>, うん、1時間とかなんか多分決まってると思うんで、その間にこうやりきらなきゃいけないってのもあるんですけど、僕もあの仕事でウェビナーとかやってる時に、まあ、ゆるいコミュニティのイベントとかだと全然いいんだけど、会社のウェビナーとかだと、やっぱりいつ、 何時から何時までって決めたらそれまでに終わらせなきゃいけなくてうん、うん、だからもう喋りながらえっと目につくところに大きなあの時計を用意してあってで事前にある程度このしっかりタイムマネジメントをしてちょうどいい具合に5分も早く終わってもいけないしだからもう,そう1分誤差ぐらいのところでうまく終わらせられるようにこう喋りながら時間を組み立てて。 とかっていう,ふうな感じです、うん、やってっててますねうーんなるほどあ。ちょっとそういったタイムマネジメントに関してのご質問だと思うんですけど、こうなんか途中でこう質問があったりとか、何かこう、まあ、他のトラブルとかでもいいかもしれないんですけども、なんかペースが途中で乱れちゃった時に何かしらこうリカバリーするなんかテクニックとかコツみたいなのありますかっていうところですね。うんそうですねあの結局質問も あの最初のうちに全部答えられませんよっていうふうに説明すればうん、うん、自分が答えにくい質問は、まあ、あえて今すぐ答える必要がなかったりとかっていうのに調整したりとかうん、うん、あ,あとやっぱちょくちょくトラブルとかって起きるんですけどうん、うん、トラブルのためにあのちょいちょい喋んらなくてもいい部分っていうのを決めといてそれで時間をこう割愛して調整してとかっていうふうな感じでやってますね。 じゃなくて、ある程度事前にもう何かしらおトラブルを織り込み済みで用意しておくみたいなところなんですね。うそうですね。うん。僕も一緒です。うん。あなるほど、なるほど。このあと、あれですね、2代目のパソコンを会議に参加させる。そうそう。これ、僕もよくやったりするんですけど、今こ<も>れ、そうですね。今も <laughs> Teams 同じアカウントでも複数台から同時に参加できますもんね。うん。なので。 そんな形で見ると、まあ、プレゼンしてる方はもちろんプレゼンなんですけど、もう1台の方は参加者として、あのその会議を見ることができるので、そうやって結構僕もモニター、うん、あの必ず自分のセミナーのとあはモニター用の機材1個置いてますね。あれ別の Teams のアカウント設定してるんですか別の Teams のアカウント設定する時もありますし、同じアカウントで入る時もあります。うんまあ、特に使い分け、明確になく基準あるわけじゃないんですけど。 でも、必ず2台目は使ううっていう感じです、ね、あれですすねでもあれ Teams の会議じゃなくてライブイベントを使うときに参加者としてもう1台で入るときは気をつけなきゃいけないのは遅延が絶対あるんで、うんうん、そうそう、あれ、なんか始まってないよってね、初めてやる人はドキドキしちゃうんだけど、それはライブイベントは遅延があるっていうことを織り込みみでやったほうがいいですよね。 ちょっとなんかテクニックだんだんまだこの下から見切れてるところにもあると思うとなかなか終わらないんですけどちょっとじゃあここはまた今度の機会っていうところで次行きましょうねじゃあマイクロソフトチームズの今後というところでまああの昨日だとかのキーノートだとかもう最後の方メタバースみたいなキーワードが出てきたんですけどこの今後期待するところでメッシュフォーマイクロソフトチームズってありますよねこのマイクロソフトビルドイントゥ o フォーカス まあ、メタバースを準備しようみたいなセッションがあって、この中でもなんかいろいろデモンストレーション紹介されてたりしたんですけど、うん、プレゼンテーションだとかをするみたいな観点で、このメッシュってどんな、まあ、コミュニケーションの用途だと、なんかよくこうストーリーが出てくるんですけど、プレゼンテーションっていう観点だと、このメッシュってどんなふうにお二人捉えてたりしますかって、ちょっといきなり振るんですけど <laughs> 聞いてないよ。<laughs> これが、ね、受け入れられるかどうかはまた別としてなんですけどうん、うん、例えば、えー、となんだっけ慌ててスーツも着てない状態で登壇しなきゃいけないってなった時にこの真ん中の絵みたいな感じで着せ替えができるので、うん、フォーマルな格好のアバター用意してしゃべればいくらねパジャマ姿であっても急に登壇できたりとかそういっメリットあるのかななんて思いました。うんうん 僕はあの、プレゼンテーションをしたときにあの、本人の身振り手振りを無視して、本人の人種とか、そういった作用性を完全に無視して、ちょっとネガティブな言い方ですけどね、うん、プレゼンテーションの内容そのものをちゃんと評価したいって考えたときには、うん、メッシュって考え方はいいのかなと思ったあえてこう、うん、なんかぎぎ、擬態じゃないですけど、なんか匿名、完全匿名家でもないんですけど、ちょっとふんわりした匿名家みたいな。うん 僕はあれですね、チームズだとかオンラインのプレゼンって、参加者からのリアクションをダイレクトに感じられる方法ってあんまり多くないじゃないですか、今、皆さんリアクションしてくれてますけど、だからこの、うん、なんか参加者の人たちがそこにいてこう、なんか身振り手振りでなんかリアクションしてくれるのが、こう自分でこう見ながらプレゼンテーションがもっとできるようになるだろうなっていうのが、ちょっと楽しみな感じはありますかねっていうところですね。<laughs> うん、そうですね。というところで、はい、チャットのほうにもですね、ちょっとあのこのセッションのフィードバックの、えー、とチャットが来たんですけども、そろそろこのセッションも終わりです。で、最後にですね、うん、えっと、コミュニティのご紹介をしていこうかなと思います。私からしちゃって大丈夫ですかね。はい、いいですか。いすはい、じゃあ、まず1つ目はですね、この左側。 えっと、Facebook、まあ利用されてる方、利用されてない方いると思うんですけども、Facebook の中に Office365 コミュニティというグループがあります。ここが今、昨日キャプチャー取った時で三で3250人ぐらい参加されてまして、おそらく日本で一番大きい、はい、あのコミュニティかと思いますので、ぜひぜひこちらに参加していただいてですね、一緒にディスカッションだとかできればなと思います。あとは右側。 コンパスの方でですね、今日みたいな形でオンラインで勉強会だとかも配信をするときはここにえっと通知を載せてるようにしてます。こちらもジャパンフィッシャーのユーザーグループインコンパスで参加してください。あれなんか今日下の方を見るという夜なんかあるみたいですけど、これ木田さんどうなってるんですか。<laughs> ちょちょっといや雑じゃないですか大田さん。<laughs> どうなってるんですかこれ木田さん。今ねあのさっき喋り 結局ね、資料を作ってたとき思ったんですけどね、3人が思ったんですけど、まあ、時間足りないわということで、えー、と今、チャットに書きました、2件目としてね、き、え、ょ、ー、続きを19時からやります。ぜひね、参加してください。あっ、太一さん、すみません、ありがとうございます。かぶったかぶった。話をするので、ぜひねあの、さっき見切れてたところの話をしたいと思いますので、ぜひご参加くださいって感じですね。 ええと、ちょうど時間になりましたので、この30分間、ご参加いただき、誠にありがとうございました。ぜひ、チャットの方にありました、フィードバック、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、多分ゆるく、退出してください、という感じです、ね。はい、<laughs> はい、これで、以上でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 また19時に参加しますんでよろしくお願いします。そうですね。はい、お酒でも OK です。飲んでても OK です。お酒,でお酒で OK ですよね。はい。じゃ、はい、あの Teams の URL 今から作ります。あ、そうか。<laughs> はい。じゃあ僕らも。